Recording. よいしょ。お、背景が。どちら背景。そうか。塚さんです。ちょっと遅れました。すいません。ちょっと待ってね。あと1時間後にツリーハウスに移動するので、ちょっとドタバタしてますけど、よいしょ。アイコン表示にしておいて、背景、背景、これか。オッケー、これで背景が。はい、じゃあ、マッピングのアドバンストコース始めます。今誰だ？高橋彩子に聞く、地高お願いします。はい、夏木鈴木聡太。はい。顔出しは特に必要ないんだけど、声出しはお願いします。できる限り。後ろの雑音があったら適宜ミュートしてください。で、なんでかというと、多分、ね、質問というか情報のやり取りというか、これ知ってるとかって投げながらやった方が多分いいと思うんで、マイクは基本できるだけオンで、なんか古橋から振られたら、すぐに答えられる心の準備をしててください。はい、で、あと今これレコーディングしてるので、後で、ちょっと編集して、YouTube に公開しちゃいます。はい、というところで、ちょっとね、GitHub の手前に出しておいて。よいしょ。なので、ちょっとスタートが数分遅れちゃいましたけど、この後すぐに大町に行かないといけないので、後ろはきっちりいますというところで、ちょっと一回こっちの画面共有します。で、事前に共有しているこの、OSM Advanced Tech Lecture Sharp01 という形のイシューを立てているので、これが全員見れていることを前提として説明を
してきますよということで、チャットに。一応これね。はい。よし。ということで、ちょっと今日、ひとまず、そんなに準備をする時間をかけないで一気にやっちゃおうというところで、今日どんな話するのかっていうと、オープンストリートマップはある程度こう入力の仕方は授業等々でレクチャーをしているので、そこはみんな大丈夫かなと思ってます。で、ただ、今回、口講義から話も あって、あと、前も高橋彩子とかね、ホットのインターン、オンラインでのインターン応募して落ちたじゃんっていうのもあって、はい、あの時の高橋的には、どの辺がこう他のグローバルな、他の国からも応募があった中で、どこがちょっと下がったっていう感じはした。いやでも他の応募した人はどんな人がいたのかも全然わからないんで。なるほど。だから自分の実力がどこにいるかがあんまりわかんない。だし、その結構割と適当に選んでるのかなとか思っちゃいます。っていうところで、どっちにしても、この勉強会の目的としては、ぜひうちの研究室から、ホットのインターンなりインターン以外もね、プロパーのプロパーと違うか、だいたいインターンが3ヶ月スパン、クォーターでだいたい管理されていくんだけど、ね、だから逆に言うと3ヶ月に1回ぐらいチャンスがあるっていうことと、あと1年間通してのダイレクターとかいろんな仕事がありますというので、そういうものにチャレンジして、ちゃんとというかある程度こう他の国の手を挙げてる人たちと競っていい勝負ができるところまで、レベルアップするっていうのがこの講座の趣旨です。なので、皆さんが意識しないといけないと思ってるのは、これで、ね、高橋彩子にする菊池光希にしろ、ライバルは増えていくかもしれないけど、ぜひうちのこう、研究室からユースマッパーズなり、どんどん出ていけばいいかなというふうに思ってます。で、今画面に出してるのが、これがホットの、ジョブズ、まあ、仕事をしたい人募集中みたいな感じで、今3つ、仕事が出てます。コミュニティの仕事とパートナーシップとテックエボルブという形で、だからまあ、コミュニティを盛り上げていく立ち位置の人と、あと、今回多分メインはこのインターンシップとして、パートナーシップを結んでいくということで、特にデータクオリティインターンシップという、まあ、データの質を上げていくというサイトですね。であとテックエボルブはバックエンドエンジニア、まあ、バックエンドとかサーバー周りですね、の技術をサポートする人、あとはそうそうコミュニティはラテンアメリカコミュニティがターゲットだから、まあ、我々アジアには関係ないというところですね。なので、今日はどっちかというとこのデータクオリティインターンシップが、今応募が始まっていて、ちなみに8月の15日が、クローズド、まあ募集締め切りというような形です。なので、ちょっと、しておきます。GitHub がいいかな。GitHub だと。Google になってる。よいしょ。これね。あ、違う。浪人してないってことか。いろいろ。よいしょ。これで浪人しました。これです。この、勉強会の目的は矢印。ホットインターンシップにチャレンジして勝ち残れるメンバーを育てるという感じですね。でちなみに、結構いい給料が出ます。インターンシップでも多分。具体的な数字はちょっとどこまでっていうのは分からないんだけど、
なんか交渉性だった気がします。基本的にはその計算式というか出てるのよ。どこだっけ、どっかにリンクが、ベネフィットがあって、給料。パッと見て出るか。ちょっと見失ってるな。これインターンシップの給料体系って公開されてなかったっけ？この辺、高橋さん覚えてる？いや、本当にその自分で申告してって感じ、それが高すぎなければ通るみたいな。なるほど。そこも含めて交渉みたいな感じ。はい。なるほどね。多分こっちのコミュニティとかはね、基準が決まってたと思う。フレームワーク、これはこのフレームワーク、あ、これこれが一応 HOT の、サラリーフレームワークっていうのが一応 あります。だから多分のインターンシップはこれを前提にしながらも、これをどう数字に落とし込むかというところは逆に提案というか交渉次第なのかね。で、一般的な HOT の給与体系で見ていくと、よいしょ、国とか条件によって結構変動はするっていう感じです。で、ロールベースサラリーがあって、ロケーションファクターがあって、パーソナルカピタルファクターがあって、アディショナルアーニングですという形で、この表がアシスタントレベルからダイレクターレベルまでのこうグレードが分かれていて、下に行くほど給料が高くなるという形です。まあ、これが、ベースの、ロールベースサラリーですね。です。で、この数字そのものは HOT 独自じゃなくて、ノンプロフィット、非営利目的の NGO の給与体系のこう基本的な数字がある。そうで、それを元に算出されています。だから、HOT が高い、低いじゃなくて、大体なんかグローバルな非営利組織の一般的な給料体系がこれだということです。で、最低で見ても、これ、年額、1年間の契約の場合という意味合いだったかな。ちょっと待って。これで多分、これで1000万ぐらい。100ドル、105 US ダラーのダイレクターだとすると、まあ、まあ約100倍と仮にしとけば、1000万ぐらいでしょ。で、そういう意味で言うと、一番下のランクで見ても、年額300万コース、300万以上、ね、というのがまあベースで、決まっていて、あとはいろんなファクターが乗っかってくるという形で、まあ、これより下がるという可能性ももちろんある。じゃないかなというところです、はい。いずれにしてもこれが結構重要で、言いたいことは、割とここ数年 HOT は、給料の原資になる資金は潤沢に今獲得しているということですね。で、どっからお金が出てくるかっていうのをちゃんと知っておく必要があって、これ、高橋さんも知ってる？このお金どっから出てくる？いや、知らないです。福士後期話したっけ、これ。後期は知ってたっけ？このお金どっから出てくる？いや、ここまでちゃんとは聞いてなかったと思います。他のメンバー。ざっくりですけど。ざっくり。羽賀は分かる？みんな。いや、もう正直見当もつかないです。あれ、ソータは？鈴木ソータ。わかんないですね。わかんない。おー、ね、アドバンストコースだからね、こういうのはちゃんと知っとくっていうのが大事。だお金がちゃんとあるところには、からはちゃんとお金が支払えるっていう、まず仕組みで、まあ何でもそうだけど、どっからこのお金がやってくるかっていうと、テッドです。で、どっちかっていうと、テッド直接じゃなくて、テッドがお金扱いしてくれてるって感じ。
で、この発音は俺はちょっと苦手なんだけど、アウディシャウスプロジェクトっていうTEDのプロジェクトが知ってる人いない。はい。あの、地球社会共生学部だから、TEDのことは割と知っとこうよっていうのがまずあるのと、これ何かっていうと、TEDっていわゆるいろんなこう世界中でいろんなアイディアとかエンターテインメントとかも含めて、世の中をまあ良くしていくことを割と軸にした、もしくはまあアーティスティックなものも多いけど、まあ非常にこう、まあ、ためになるとか世の中を良くするようなアイデアがここに集まっているだけど、そのTEDのブランドでさらに世の中を まあ間違いなく良くしていくよねっていうビッグアイデアを、これいつだっけ、2年ぐらい前に、募集をして、これ多分もしかしたらちゃんと仕組み俺も理解してないんだけど、もしかしたら毎年これ加わっていくのか あるのかもしれないんだけど、TEDが認めたビッグアイデアっていうのをこうピックアップして、で、その中にホットが選ばれてます。ヒューマニタリアンオープンスマートチームで、で、この表を見てもらうと分かるんだけど、ドネートってボタンが、黒いボタンがあるでしょ。で、だからホットに資金援助をしたい、こういうビッグアイデアにお金を投資したいというか、お金を、まあ投資じゃないか、寄付したいという人を、まあ、TEDがきちんと、つないでくれるというようなこと。で、まあ、いくら払うみたいな形で、こんな形でお金集めをして、くれています。だから、結構潤沢に予算がある。で、ちゃんと会計決算書見てないんで、正確なこと言えないんだけど、多分、ね、年間数億、うん、もしかしたら、本当かどうかちょっとチェックが必要だけど、大体、今雇ってる人たちのサラリーを、さっきの表でざっくり計算すると、だいたい数億円ないと多分給料が払い続けられないような金額になっているということです。はい、まあ、というお金の流れを知った上で、なので、ぜひこういうのにチャレンジして、もちろんうまくいくかどうかっていうのはやってみないと分かんないところなんだけど、その中でも、まずはインターンシップをクリアしようぜと。いうところで、インターンシップとして何を求められているのかというところになると、まあ、いろいろこう書いてあるし、1週間に40時間働いてねとか、まあ、いろいろあるんだけど、でトレーニングも含まれてるよって書いてあるんだけど、とはいえ多分ある程度知ってないと何も知らない人が採用されるわけもないし、ある程度やっぱり実績をここでこう示していくっていうところになると、インターンの中でも多分一番最初のイントロダクションとオープンスマップユーズング IT エディター、ここは大丈夫だと思うんだけど、今日ちょっとこれの多分足りないところをやろうかなと思ってます。まあ、いわゆるオープンスマップの通常のウェブブラウザの エディターが IT エディターですね。で、あとはやっぱり JOSM というツールをちゃんと使いこなさないとダメよということ。で、今回のインターンはデータの品質、クオリティのチェックになるので、こうバリデーションのツールが非常に重要になってくる。なので、OSM チャっていうツールだとか、OS モースっていうものかな、とか、キープライトとか、まあ、このあたりも含めて、データの品質チェックをするツールをちゃんと使いこなせるかっていうのは結構重要。しかもそれを JOSM 使って、ちゃんとできるかとか、ね。あと、データそのものを QGIS、デスクトップの GIS ですね。使って処理できるかどうかということと、オーバーパスターボの API 使えるのかとか、あとフィールドマッピング、現場でデータを取るときのツールで、ODK、オープンデータキットとか、OSM& とか、スレッドコンプリートとか、こういうツール使えますかっていうと、うちのゼミではこれ一切教えてないので、自力で学んでる人ってあんまりいないんじゃないかなと思います。あと、プルーレットっていうですね。まあ、こういうツールがもうトレーニングとして埋め込まれているけど、そもそもやっぱりこういうもののある程度こう知っておくと多分勝ち残りやすいんじゃないかなというところです。まあ、このあたりのこうノウハウをポイントポイントこう伝授すると、まあ角度上がるんじゃないかなっていうところですね。あと、まあこの辺もまあざっと見ておいてもらえばいいんだけど、あとやっぱ
オープンマップのコントリビューターとしてアクティブかどうかっていうところでね。でここが、結構効いてくる。だからデータを、ツールを使いこなしている、かつ常にというか、ある程度やっぱりマッピングの実績がきちんと確保できているかどうかっていう、まあ、このあたりも結構見られているんじゃないかなというところです。まあ、今週8月の6日にグローバルのマッパソンをやりますけど、まあ、ああいうところできちんとこう成果を出しているかどうかとか、逆にオーガナイザー側に回れるか、まあ、そういうところも含めて、そのアクティブっていうところは結構見られてくるんじゃないかなというところですね。はい。うん、これか。これに書いてありますね。はい。なるほどね。という、まあそんな感じで、ちょっとやっていこうかなというところで、まずは、そうそう。この動画も公開しますよというところだけど、まあ、まずちょっとざっくり、時間も押し押しだから、OSM のシステム概論をちょっとざっくりやっておこうかなと思います。その後、ちょっと ID エディターのコード利用やって、あと、まあ、10分もかかんないと思うんだけど、JSM のインストールを今日やっといてもらって、次回ちょっといつになるかって、日にちはまた決めますけど、大体多分水曜日の夜になるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、月2回とか、そのぐらいではやっておこうかなと思っています。なので、最後に JOSM のインストールだけやっといてもらって、次回は JOSM をがっつりやろうかなというところです。はい。で、ちょっと先に OSM のシステム概論っていうところで、サーバーの仕組みをちょっとだけ説明をします。で、オープンスリーマップのサーバーってどこにあるかって知ってる人、さあ、早い者勝ちで。オープンスリーマップのサーバーってどこにある？日本にあると思う人。いや、日本ではないと思います。日本にはないと思う。日本、はい、はい、なんか、うん、どうぞどんどん喋っていいよ。日本になくてどの辺にありそう？ヨーロッパ。ヨーロッパじゃないか。はい、アメリカ。アメリカ説出た。はい。私もヨーロッパだと思います。ヨーロッパ。他。あ、もう言葉が止まったな。はい、よし。そもそもだけど、こういうグローバルなこうプラットフォーム、特に、まあ、いわゆるクラウドとして呼ばれているようなプラットフォームの多くは、割とあちこちにサーバーがあるっていう仕組みが今は流行りっていうか、よくあるパターンです。で、サーバー、タイルサーバー。そうですね。で、例えば、リストとして、これで。例えばというのは、これか、サーバー。今これオープンスマップのウィキのサイトを見てます。ウィキというのは、まあ、ドキュメンテーション、ウィキペディアもそうだけど、オンラインでドキュメンテーションをしていくときの一つの、まあ、便利なツールであるというところで、この中で、真ん中に3つカテゴリーがあって、ユーズオープンスマップとコントリビュートフリーマップデータと、あとソフトウェアデベロップメントっていう、まあ、3つの情報があります。これがオープンスマップをどう使ったらいいのか。っていう使い方の話。あと、コントリビュートフリーマップデータは、まあ、データを入力していく作業ですね。で、今回の話だと、サーバーっていうのは、ソフトウェアデベロップメントも含めた、この、技術的なこうオープンソフトの仕組みを理解するっていう、まあ、そこです。なので、ちょっとこれが多分
デベロップっていうサイトが一番分かりやすいんじゃないかなと思います。で、分かりやすいと言いながら、多分こういうのを普段意識してないと見えないので、そこに今稼働しているサーバーのリストがどっかにあるはず。ちょっとで、マイクのページがどんどん更新されていくので、ちょっとまずざっと見ていくと。書いてるけど。サーバー周り。サーバーズ、これか。サーバーズ。これですね。これ、これ、これ。まず、これ見える地図。世界地図。見えます。はい。この、放射状に線が広がっているのが分かると思うんだけど、この放射状に広がっているところの中心と、中心か、中心には、基本的には、オープンするマップの地図を描く、地図に色をつけて画像を生成して、それを配信して、かつ、実際には多分これ CDN って使ってると思うんだけど、書いて、ここは書いてないか。ワールドワイド DNS スタイリスディレクティングスOSM タイルサーバーワールドワイドっていう形で、これでも2017年かちょっと古いな。はい。多分ね、今状況ちょっと変わってんじゃないかなと思うんだけど、放射線状になってる線の中心には地図を配信するサーバーがあります。見てもらうと分かるんだけど、つまり世界中割とあちこちにあって、もちろんさっき言った通りヨーロッパは結構数が多い。で、アメリカも、この当時で2つ。で、アジアは実は台湾にあります。で、日本からオープンするマップの地図を見ようとしたら、一番近いというか台湾のサーバーに自動的にアクセスするような形で、実は世界中のオープンするマップのユーザーがどの国からアクセスしたかっていうので、その国に物理的に大体近いサーバーが選ばれるんだけど、でも中国とか逆に言うとアメリカのサーバーにアクセスしたりとか、その国、閲覧したい人の国とそこからアクセスする地図のデータが置いてあるサーバーは、実はこう、ある程度割り振りがあって、その割り振りの中で、うまく分担作業をしているということです。だから、答えとしてはたくさんありますということ。で、ただ日本には、今も、公式のオープンスマップのレンダリングサーバーはないはずです、日本に。で、勝手にその日本チームが、独自に立ててるのはあるんだけど、というところです。で、よいしょ。最近の写真とかってあまりない。まあ、これ、まあ、クラウドってさっき言ったけど、実際には物理的にもう自分たちでこうサーバーを立って、組み立てて管理するっていうパターンが、割と多いんだけど、最初はロンドン大学、UCL。に置いてあったものからどんどん拡張されて、今に至っているというところです、はい。で、サーバーリスト、これか。今何台のサーバーで動いているかっていうと、UCL だけで、ユニバーシティカレッジロンドン、UCL だけで、何台？これで5、10、15台動いている。で、さっきの放射線状になっていた、レンダリング、地図の画像を作るサーバーは、この中でも役割分担、一番下か、タイルサーバー、これか、1個だけで、それ以外にも実はいろんなサーバーが動いてる。例えば GPS のデータを受け取って、それを管理するサーバーとか、あと、属性の統計データを管理するタグインフォとか、ノミナティブ、これは、ジオコーディングですね、住所、とか地名から移動経路に変換するサーバーとか、実はサーバーといってもさっき の、 その地図を提供するだけじゃなくて、オープンスマップにはいろんな役目を持つサーバーがいっぱいあって、そういうものはこうやってまあリストアップされて、今ちゃんと動いているのかということと、あとタイルキャッシュ、これがさっきの、
世界中の地図を配信する分担作業をしてくれているところですね。はい、アジアは台湾、どれだ？台湾、台湾。台湾。台湾はない。これは？台湾を誰も書いてくれてなかった。だからこれに埋もれてるものもあるってことかな。ということです。なので、これざっと見ても、だからさっき UCL だけで15だったでしょ。ざっくり30、40、50、まあ、100台弱、50台以上のサーバーが動いていて、世界中に分散している中では、さっき言ったヨーロッパって答えた人多かったけど、ヨーロッパには割とやっぱり多い。もともと UCL、ロンドン大学からスタートしたプロジェクトであるということ。ただ今他の大学にもどんどんその、広がっているというところもあるんだけど、まあ、そういう状況であるということを、まあ、知っておいてねというところですね。はい、サーバーの数って多ければ多いほどいいんですか？うん、よくほらコースパワー死んでたじゃん。あーサーバーがね、しょぼいんで。台数も少ないし、1台あたりのパワーが弱いってことね。うんうん、だから、クラウドなんで、もう大量にサーバーを用意して、それを全部つないで、クラウドを構成すると、Google みたいなこうパフォーマンスのいいプラットフォームができる。今の台数だと全然足りないっていう感じなんですか？うん、この状態だと、まだクラウドとはやっぱ言えないし、うん、そもそもやっぱり、クラウドってね、本当にそれこそ数百台、数千台、数万台っていうようなものをまたこう、うまく分担作業しながら一つのサーバーに見立てて、運用するみたいな形で、かつそれを複数サーバーを、まあ、仮想的なこうソフトウェア的にサーバーを運用していて、それを裏側のハードウェアは動的に1台壊れてももう1台がサポートに回れるようにっていうような仕組みで、大量にサーバーを用意しているので、運用ができているっていうこと。オープンスートマップはクラウドサービスなんですかって言われると、クラウドまではちょっと行ってないかなというのは個人的なコメントかも。人によってクラウドのサービスは何台以上のコンピューターがこう連携することでクラウドと呼ぶのかっていう定義俺は知らないけど、多分この数だったらクラウドかって言われると、1台1台が物理サーバーで多分運用されてると思うので、そういう意味で言うと、そのサーバーが、ね、電源切れちゃったら途端にどっかのサーバーが閉じると、まあ、どっかエラーが起きてくるっていうところであるので、クラウドではないかなというふうに思っています。他なんか質問ある？この辺全然的外れでも全然いいので。サーバー周りってほとんど意識したことないと思うんだけど、なんでコースパワー、青学のコースパワーはコロナ禍であんなに落ちたのかっていうと、クラウドじゃないからっていう一言に尽きるし、ああいうことが起きないようにするためにどうしたらいいのかっていうので、その Google のクラウドサービスの教育用の Google クラスルームとかも含めたああいうサービスはなんで安定してるかっていうと、サーバーの数が違いすぎるっていうのが、まあ、決定的な違い。さっきの画像上、うんで、サーバーからこう線が出てたと思うんですけど、うんうん、これね、線が出てる方向っていうのはどういう意味があるんですか？例えば日本は、日本の人がアクセスしようとしたら台湾のサーバーにアクセスしますよ。日本から台湾に線が引っかかってる。モンゴルからアクセスしたいと思ったら、モンゴルの人も自動的に台湾のサーバーにアクセスするように設定されてる。なんか南極から出てるね。出てますね。南極はどこに行くんだこれ。エジプトの違うな。ちょっとなんか地中海かな。トルコあたりですかね。トル、あ、そうか。でも、ちょっとトル、っていう感じね。だから、そう、仮に南極からアクセスしようとしたら、基本的には、このトルコ西側のサーバーにアクセスすることになるという、そういう。やっぱり、その、アクセス数の多い人たちがいる国は、なるべく、その国に、こういうサーバー、地図を配信するためのタイルサーバーはやっぱりあった方がいい。だけど、やっぱり運用も含めてコストもかかるし、人手も必要だしっていうところで、やっぱり台湾は素晴らしいっていうか、やっぱり
人も多いし、人もっていうか全体の人口はね日本よりも少ないんだけど、やっぱりこういう技術とこういう運用に長けた人たちがきちんとメンテナンスできてるっていうところはすごくやっぱりこう存在感がある。オープンスマップの技術的な面でいう貢献度で言ったら日本よりも台湾の方がまあ高いっていうですね。でも一方で日本も日本で独自のサーバーを立てようとしていて、それが使えるものになっていくかどうかっていうのが今、チャレンジしているところです。で、ちなみに日本のサーバーってどこで見れるのかというと、オープンスマップ JP のサイトに、ここで見れる、これね、これは日本のサーバーで運用されている。だから見た目上、オープンスマップ、あ、なんかちょっと違う気がしてきた。本当かどうかは竹島を見れば分かるけど、竹島は、多分ちゃんとサーバーが運用されてれば竹島って出るはず。出なかった、出ないってことは、これ多分あれだね、本家のサーバーに切り替えちゃった、一昔前はここ自前のサーバーで運用してたから、ここの竹島をこう表示するときは日本人として、見るときはここやっぱり、ね、地名が揉めるから、国によってその見せ方を変えるっていうやり方をしてたりする。多分ね、今裏側ではいろいろ新しいサーバーの運用準備が始まってんじゃないかなと。多分切り替え用に今ちょっと一時的に、グローバルなサーバーに変えているんじゃないかなと思います。ただこれも結局は多分グローバルなサーバーを見てるんであれば台湾からデータが送られてるってことですね、ということです。まあ、いずれにしても、だから古橋研究室にサーバーを送ってるのも一つの選択肢だけど、多分俺が手が回らなくなるし、ちょっとそういうのは難しいなというところは一方で思ってはいたりします。はい、まあ、言葉、この話、あ、40分でやばい。というところです。ちょっとこの残り、はい、API の話をしますね。で、サーバーが何やってるのかっていうと、地図配信したりとか、あと住所から緯度経路に変換したりとか、いろんな仕事ごとにこうサーバーって、例えば今この見てるウィキ、なんかウィキのページのサーバーはどれかというと、ウィキサーバーが担当してるっていう、仕事ごとにサーバーってあるわけですね。で、その中で各サーバーごとに、これを見せてとか、こういうことをやってっていうことを、リクエストを投げてあげると、命令してあげると、それに対して何か回答してくれる。でそうい う, こうやり取りのルールを決めたものを API という言い方をします。で基本的にはプログラムでコントロールするんだけど、オープンスマップの API っていうものも、実は結構いろいろあって、でこれも全部今覚える必要はないんだけど、オープンスマップはデータを書き込んだり読み込んだりする API と、あと住所を変換するような API と、あと、ペンのリストないかな。これが広い意味で、XAPI、通常の API、オーバーパスターブ API とか、まあ、いろいろありますよというところですね。で、裏側で何が動いてるかっていうことも書いてあるんだけど、大事なのは、結構使うのはオーバーパス API かな。で、それ以外は、ほとんどの人はあまり意識しなくてもいいという形です。で、メイン API、これがデータ API って呼ばれるんだけど、データの書き込み、読み書きに関して基本的には、このメイン API と呼ばれる API を使っていて、で、ただ、データを読み込むだけであれば、もうちょっと高速に、手軽にデータを読み込むことができるよっていうので、オーバーパス API っていうのが、結構よく使われています。大体この2つ、メイン API かオーバーパス API ですね。で、それ以外は、まあ、興味があればちょっと探ってみてねというところです。サーバーもいっぱいあるし、API もいっぱいあって、でこれをやっぱり使いこなすことで、ホットの仕事ができるようになりますよという、最後、データ構造ですね。で、オープンスマップのデータの中身って何かっていうのは、今までマッピングしてたときにある程度感じてると思うんだけど、
データの仕組みとか書き方を、定義するものとしてスキーマっていう考え方だけど、概念とかっけ、ストラクチャー、 OSM データストラクチャー、エレメント、この辺ですね。これがエレメントっていうページになってますね。スキーマ、この中を見てもらうと分かるんだけど、オープンスマップのデータはどういう構造になってるかっていうと、日本語で言うと点線面とかっていう言い方をしたりするんだけど、訂正、点線面と、あとはあのグループ化っていう感じかな。で、点のことをノードっていう表現をします。まあ、点ですね。ポイント、ディファインディングポイントインスペースと。で、点をつないでいくと、ウェイっていう、まあ、線ができるんですね。折れ線ができる。で、かつその折れ線が、スタート地点とゴール地点がつなが同じ、同一の場所、ぐるっと一周して、同じ場所に戻ってくると、線が閉じる、つまり面、ポリゴンが生まれてくるんですね。それも、ポリゴンも線も、オープンスマップではウェイっていう考え方です。あと、リレーションっていうのが、例えば国道1号線というウェイがあるんだけど、それが、いくつかの線に分割されているっていうことの方がむしろ自然で、なぜかというと交差点があったり、ちょっと部分的に橋があったり、名前が変わったりとか、いろんなことが起きる。で、国道1号線も、同じ線で一つで表現できない。とすると、複数の線で表現しないといけない。といったときに、その線の集合をきちんと関係づける、グループ化していくような感じで、リレーションっていう概念があります。まあ、これは、複数のこう、点なら点、線なら線、あとそれを複数、組み合わせてもいいんだけど、そういうグループピングするときにリレーションという考え方がよく使われるので、この3つの概念をちゃんと知っておかないとねというのが、オープンスマップのデータの中身ですね。で、まあ、それぞれいろいろ書いてあるんですけど、まあ、あのオープンスマップのドキュメント見ていくと、このノードは点というアイコンで表示されるし、ウェイはね、普通の線だったり、それが線が閉じたりとか、閉じたとちゃんと面、そのポリゴンが発生しているかどうかということも含めて、こういうアイコンが出てきます。あと、リレーションはこう関係づけるとグルーピングするみたいなので、こういうアイコンで。このアイコンを見れば、あ、これはウェイのことを言ってるなとか、あのウェイの中の閉じたポリゴンなのかなとか、ノードのことを言ってるなみたいな形で読むと、大体あのドキュメントが読みやすくなっていくんじゃないかなというところです。はい、うお、よし。で、っていうところがまず重要で、今の話を、まあ、頭の片隅に置いておきながら、ちょっと ID エディターをもう一回おさらいして確認していきます。で、ちょっとオープンスマップを立ち上げます。まあ、タスキングマネージャーを使って、おお、違う、自動的にオープンやれる。いかに最近オープンスマップよりオープン LL マップに、コントリビュートしてるのかバレバレですね。じゃあちょっと、あれですね、ちょっと6日の、グローバルマップパスの前哨戦じゃないけど、あの小田原のタスクを準備はしているんだけど、ちょっと小田原でいっちゃいこうか。そう、高橋もいるし。はい。もう映ってましたね、さっき。映った、家があった。はい。まあちょっとこの佐川川のこう左岸あたりを。で、まあ小田原は今まだ建物もあんまりないという状態なので、今年、あの今回の今週の6日には、ここの建物をみんなでわっと一気にやるぞみたいな、そういう感じですけど、ID エディターを起動するっていうのは、オープンスマップのから直接行くには、ログインした状態で左上の編集ボタンでしばらく待てば、まあ、ID エディター立ち上がりますよねって、ここまではまあいいわけですね。今までやったら、これで、エリアボタンを押して、こう建物を囲って、直角補正してあげて、
で属性定義して、建物、建物、建物のとりあえず建物全般でこれで保存して、まあ、変更すると入れてアップロード、まあ、ここまでが初心者のオープスマップの入力ですよね。で、このデータは今どういう状態になったか、何が書き込まれたのかっていうことを確認する術を教えます。まず ID エディターから一回通常のオープスマップの、表示モード、エディターじゃなくて、まあ、ビューアーの状態に戻します、ね、で、この中に入っているデータの、詳細の情報を引っ張り出していくっていう時には、レイヤーメニュー右側のレイヤーボタンから、下に地図データというチェックがあるので、この地図データのチェックをオンにすると、今見ている領域内のオープンするマップのデータを自動的に検索して、それをクリッカブル、クリックすると今書き込んだ、まだ地図画像にはレンダリングされてない、反映されてないけどデータベースにはもう書き込んである、このデータの書き込みは裏側ではデータ API、 さっきの API で言ったメイン API がから、古橋が ID エディターを経由して、建物データを入力して、それを API 経由で書き込んだからデータベースにはもうすでにデータが存在するんですね。あとはしばらくするとこれが地図の画像に変えていく、レンダリングサーバーが絵にしてくれるということです。だから今の時点ではまだ何も出てこない。でも地図のデータチェックをオンにすると、データをクリックすることができる。でクリックすると左側にこう Way、さっきポリゴンを閉じても Way であるということで、 Way の ID が振られていて、で、古橋が今1分前に入力しましたよということが書いてあるわけですね。で、オープンスリーマップのそのストラクチャーとして、属性、この今、古橋が描いた建物データは Way であって、その Way にはどんな属性が管理されているの、入力されているのかというと、古橋は、さっき ID エディターで建物全般というメニューを選択したんですけど、自動的にビルディングというタグというかキーに対して Yes という、バリューですね、キーとバリューの組み合わせで一つのタグというのを入力しています。でこれがオープンスマップの基本的な属性、情報の管理の仕方です。だシェイプ、図形としては Way で表現されているし、その Way が Way のまま存在しているだけじゃなくて、その Way にはタグという概念で、キーとバリューがくっついてますよという、そういうことが意識できていれば OK です。ちょっともう一回エディターに戻します。で、そのあたりをもう一回 ID エディターで見ていくと、どういう状態だったのかっていうと、建物を選択しているアクティブにしている状態で左が下に見ると、普段はこっちの地物の種類で、自分の好きなものを選んでたんですけど、実際にこの建物全般を選ぶと、下にあるすべてのタグってことですね、すべてのタグ。すべてのタグのところを見ると、ビルディングに Yes というキーとバリューが自動的にこう建物全般を選ぶことで、ID エディターが勝手にキーとバリューの組み合わせを入力してくれてるんです。で例えば、この建物の名前を知っているとすると、まあ仮に、まあ、嘘だから保存はしないですけど、仮にこれが、なんだろう、青山学院大学古橋研究室の別宅みたいなだったとすると、ここに全てのタグに新しいキーとして、ネームっていうのを入れてあげて、で例えばそこ、右側のバリューのところには、古橋研究室別宅とか。入力をすることができちゃう。でこれ今何やったのかっていうと、自分がマニュアルで、手動でネームキーを入れて、そのネームキーに対するバリューは古橋研究室別宅というふうに入力すると、自動的にこの建物全般の下にあるこう属性の名称にもこの、バリューが埋め込まれる。つまり、この地物の種類を入力する簡単に入力するツールっていうのは、実は全てタグというのはキーとバリューに分解されて、こういった組み合わせにと連動していくというか、何かに置き換わって入力されていくという形になります。なので、一つのシェイプ、一つのウェイなり、一つのノードなり、一つの閉じたウェイなりに、複数の属性をかけて、こう入力、タグを、たくさんのタグをいっぱい入力することが
できますよと。で、それを、まあ、今ちょっと消しますけど、なので、どんどん追加することができるし、このビルディングイコールイエスって何だったっけなっていうことを確認するときには、この右側にある、情報インフォボタンを押すと、オープンスモックのウィキを読みに行って、ある程度この、情報を、教えてくれる。これ絵しか出てこない。で、ドキュメントを見るっていうクリックをさらに押すと、さらにこのキーバリューの組み合わせを解説するドキュメントに、多分しばらく待つと、アクセスできる。このキーがビルディングのページを開いてくる。で、あ、なるほど、こういうことが書いてあって、こういうふうに使うのか。自分が使いたいのは、ビルディングの中の、まあ、建物全般だけじゃなくて、例えば、そうだな、これが、まあ、別宅だからハウスとしてやるのか、それとも民泊的な使い方でホテルとして、書くべきなのか、まあ、いろいろ、な定義が可能なわけで、ビルディングというタグに関してもこれだけのものがあるということを、まあ、理解しておく必要がありますよというところです。やばい、時間が追いつかないっていう感じですね。なので、ちょっとどこまで行こうかな。ちょっとここまで、今ちょっとタグの説明を先にやっちゃったんだけど、あとちょっとだけある程度アドバンストのところやっちゃう。というデータの管理の仕方を意識しておいた上で、ID エディターのいろんな機能を使いこなしてねっていうのと、あと、これちょっとマッピングするときの Tips ですね。まあ、ショートカットはいいよね。ほとんどのショートカット、エリアだったらエリアで3番のキーを叩くなり、3番のキー叩いて、ショートカットで書いて、で、直角化もショートカットの Q で直角できますよと。で、建物全般入力します。選択したものをコントロール C、コントロール V でコピー&ペーストできます。こんな感じのショートカットは、なんていうところだと思います。で、ちょっと右側に、データの絞り込みですね。で、この時に建物を書いてる時に、建物がこう道路がたくさんあって、ちょっと邪魔だな、道路が邪魔だなと、建物を集中して書きたいんだけど、道路にこうピタッとくっつくスナッピングってあんまり好きじゃないなって思うと、道路画面上、見た目上消すってことができます。で、それは地図データ編設定の、嘘、ごめん、嘘かな。あ、そうだね、うん、地図データ設定のボタンを押して、スタイルの調整っていうところで、違う、表示対象地物か。表示対象地物のリストのところで、公道とか敷地内道路のチェックを外すだけで、道路が見た目上消えるので、道路に近い建物を入力するときに道路邪魔だなと思ったら、こんな感じで邪魔なものだけ見た目上消して、で、作業して、で、OK であれば、これ戻してあげれば、こんな感じで。結構、対象のオブジェクトを切り替えて入力作業の邪魔にならないようにすることができますってことですね。あと、国土地理院の背景、画像とかが一番、まあ、位置精度が高いと言われてはいるんですけど、やっぱりちょっと古いというか、かなり古い場合もあるので、MAXA のプレミアムイメージャリーのように、最新の衛星画像を使いながら、それをマッピングしたい、に使いたい、でも画像は荒いっていったときに、まあ、どういう判断をするのかっていうと、基本的には、国土地理院の位置精度が高いことを前提にすると、MAXA はずれている、でも MAXA は新しい。このバランスを考えるときには、MAXA のデータ、レイヤーに切り替えた上で、下のよいしょ背景画像オフセットですね。背景画像オフセットのこのグレーのところをつまんでドラッグすると背景画像を移動することができる。で、何をやってるのかというと、さっき建物を描いた国土地理院の位置に合わせるような形でマクサーの画像をオフセットしてあげると、これで相対的な位置合わせができたわけで、そうすると最新の画像、ちょっと荒いけど、最新の画像っていう位置を確認するときには、最初に地理院、その後位置のリファレンスを地理院のデータが使いながら、マクサーの画像をオフセットしてあげるっていう使い方をするっていうのが一つ、大事な、精度よく最新の画像を使って、データ入力をするという場合には、こういうやり方があります。だから今回の6日のマッパ層に関しては、基本的には、地理院の背景
地理院、国土地理院のシームレス空中写真ですかね、画像をデフォルトに設定してますけど、とはいえ、やっぱり、街もどんどん変わってきているので、ちょっとこの建物もないんじゃないかっていうことを確認したい場合には、マクサーのプレミアムイメージャリーに切り替えつつも、ちゃんとオフセット補正をしてあげて、入力してあげてくださいということですね。あと背景の明るさも、今は割と見やすいですけども、これもうちょっとはっきりできないかなっていうことも、結構その背景画像の調整で、もっと明るくとか、コントラストちょっと強めにとか、こうやって自分が見やすい、自分の使っているディスプレイとかにも寄ってくるので、こういう色合いで一番見やすい表現を調整するっていうことも、一つこうマッピングの効率を上げるやり方になっています。なので、まあ、このあたり、地輪だと、地輪地だと結構、よいしょ、鮮やかになりすぎてる感じ。なんて形で、自分の見やすいように変えてねというとこです、はい。ちょっとカスタムタイルとかその辺はまた次回やろうかな。はい、ここまで、ね、大体時間です。なんか質問とかありますか？大体知ってた、今の話。今のところは大丈夫そうです。大丈夫そう。はい。はい。じゃあ、来週までに JOSM、もう入ってる人もいるかもしれないんだけど、JOSM のインストールだけしておいてください。Windows、Mac それぞれ、インストーラーがダウンロードできるので、それを使うのが多分いいと思います。Java で作ってるものなので、インストールもこう、いくつかの方法があるんだけど、Java が入っている環境であれば、このダウンロード、josmtested.jar というファイルを使うと、Java の上で動き始めるというところです。で、ちょっと難しいなと思ったら、Windows の人は Windows インストーラー、Mac の人は MacOS パッケージで、これをダウンロードすれば、インストーラーとしてもダウンロードできるので、ここはどっちでもいいかなと思って。なので次回までに JOSM をインストールしておいてねというところで、今日はこんなとこかな。はい、なんか質問ほか、あとこういうの聞きたいとか。 JOSM の詳しい説明が楽しみです。なるほど。なんで JOSM 大事か知ってるって答えられる？なんかざっくり ID エディターよりも細かかったり複雑なものを、まあ、マッピングできるっていうぐらいの認識です。そうだね、まあ、割と当たってるんだけど、多分2つあって、1つは、いや、 ID エディターよりも作業効率が速い。それは確かにあります。特にね、建物なんかビルディングプラグインとか使うと作業効率がものすごく上がる。確かに、だから、まあ、そういう意味で言うと、まず素早くマッピングしたいと思った時の一つの手法として JOSM はかなり使えるツールであるっていうこと。あと、その二つ目はさっきあやこが言ったように、結構複雑なことがいろいろできる。で、品質チェックのツールもそうだし、例えばそうだな、今回熱海の土砂災害があったときに、熱海の土砂災害の泥流のエリアをフラッシュが、インポートして、マッピング自体は旧地図だけな。っていう、別な人がマッピングしてくれたデータをオープンデータ化してくれたので、それをオープスマップに読み込むときにどうしたかっていうと、一回 JOSM に取り込んで JOSM から、アップロードするっていうやり方をしてた。で、まあ、そういう感じでこうデータをいろんな人たちが作ったデータを読み込んで、それをオープスマップに反映するっていうインポート作業とかコンバートみたいなこともできるし、あと、まあ、とうとう ID エディターにはできないことがやっぱりたくさんある。複雑なこととかいろんな機能を、使うと JOSM がかなりそこをカバーしてくれるっていうところでは、やっぱりオープスマップのプロというかアドバンストな人たちの中では JOSM は一般的な、だから当たり前に使えるツールになっているので、それが使いこなせるようになると、やっぱりホットの中での活躍がやっぱり期待できるかなというところですね。はい、じゃあちょっと最後に一言ずつコメントをもらって終わりにしようか。はい。じゃあ、あやこは結構言ってたから。はい、じゃあ、こうき。いや、まあなんか、あまり知らないことが結構多かったんで、
まあ、あんまりね、授業であんまり説明し、そこまでしないところだったから、うん、そうですね。このあたりをやっぱり普段から意識できるようになると結構大事だし、ああいう機能って俺も誰かに教わったわけじゃなくて、やっぱり見ながら、あとマニュアル読みながら、なんとなく、あ、こんなことできそうだな、できたみたいな、そういうのを繰り返しで覚えていくので、言われたことだけを学ぶというよりも、出てきた情報の理解が広がっていくと、さっきの API とか、その、なんだ、オーバーパスとか、ああいう言葉の意味が分かってくると、あ、このリンク、クリックすれば、こんなことにきっとなりそうだな、みたいな、こう察しがついてくると、結構、その、独自に学べる効率が上がっていくかなというところなので、多分最初はね、いろんな情報を今、わっと投げちゃったけど、まあ、こういう背景をなんとなく見えてくるようになるといいんじゃないかなと思います。そうですね、ちょっと、うん、サーバーのあたりは混乱することもあったんで、うんうん、また見直しながら勉強しつつ、はい、いこうと思います。ありがとうございました。はい、じゃあ、夏海はなんかコメント。はい、私、ユースマッパーズ入ってる割にあんまりまだできてなくて、もう正直ついていくのいっぱいすごいメモを取ってたんですけど、そもそも分かんない単語が多すぎて、ちょっとあといろいろ調べようなんて思いつつ、この動画も後で共有しとくから、あ、ぜひお願いします。こんな感じで、どんどん、なんかでも、もう最初だから、もう何から調べたらいいかとかも正直ずっと分かんないよね。そうだから、こういっぱい情報もらえると、もうそれ分かんないところからとりあえず調べていこうって思いました、うんうん、はい。なので、割とその、まあ、授業と違うから容赦なくこういろんな情報投げつけるので、パキパキに近いしてくれればいいっていうのと、あとね、どんどんやっぱり、ね、分かんなかったことはどんどん質問してくれれば、やっぱりそこの、ね、やり取りでね、結構こう質問を聞いてると他のメンバーも、そうそう、そこ分かんないんだよねみたいなところで、お互いの理解が深まってくるので、ちょっとこの場は、その普段割と授業って俺、割と一方的に喋りながらこれやってみなみたいな、こう課題を出すタイプなんだけど、ちょっとアドバンストに関しては基本的にはこうどんどん、なんだろう、そこをもうちょい深掘りしてとか、ここも分かんないとか、逆にこういうの、このキーワード出てきたんだけどこれ何ですかとか、まあ、その辺もどんどん投げてくれると、面白いというか、ためになるんじゃないかなと思います。はい、なので分かんないことはもう当たり前だと思ってもらっていいので、でもやっぱり、ね、そこの当たり前をどんどんこう、ね、分かるようにしていくと、多分ね、他の大学でもここまでこう、なんていうのかな、コアな部分を教えてる人ってほとんどいないんじゃないかなと思います。はい、はい、じゃあ、あとソータ、ちょっとコメント。はい、最後のとこのエディターの編集のところで、鎮魂マッピングとかちょっとやってるうちに、そのオフセットのやり方とかは書いてあったんですけど、なんかいまいち分かんないところっていうのは実際その見れてよかったのと、あとそのこう邪魔な道路とか編集するときに邪魔だなっていう、あの消す方法も知れてすごいよかったなと思いました。そうそう、結構 IT エディターもさっき JOSM のいいって言ったんだけど、やっぱり IT エディターもすごく進化はしてるから、まず IT エディターのこういろんな機能をとにかく全部使いこなせるようになると、それだけでもやっぱり全然違うし、かつさらに次のステップの JOSM を使いこなせていくと、より幅が広がっていくかなっていうところでは、そう、まだまだ今日話をしてない IT エディターの使い方もいっぱいあるので、まあ、ちょっとその辺はちょっと段階的にまた来週もちょっと紹介しようかなと思ってます。はい、じゃあとりあえずそんな感じで、はい、ちょっと10時オーバーしたので、ツイハース行ってきます。ありがとうございました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 。